激しい季節は、1959年に制作、公開されたイタリアとフランスの合作映画である。第二次世界大戦中の北、イタリアリミニ県を舞台としており、バレリオ・ズルリーニが監督、エレオノラ・ロッシドラゴとジャンルイ・トランティニャンが主演した。舞台は、第二次世界大戦時で、ムッソリーニ政権下のアドリア海に面した、イタリアの高級避暑地、リッチョーネ。 この地に滞在する上流階級の娘ロッサナは、戦火を逃れて別荘へ来たファシスト交換の息子、カルロと恋に落ちた。ある日、この地の上空にナチスの軍用機が威嚇するように飛んできて、怖がった幼女が逃げ出して転んでしまうが、カルロはこの幼女を助けてあげる。そして、カルロはこの幼女の美しい母親である未亡人のロベルタと出会って、彼女に一目ぼれをする。その後 カルロとロベルタは彼の別荘で会い、甘美な曲に合わせて一緒に踊り、思わず強く抱擁した。それを見たロスサナは悲しみのあまり泣きながら立ち去ってしまう。ムッソリーニに代わってバドリオ政権が樹立された頃には、二人は王政を重ねて激しい愛欲にまみれた日々を送っていた。だが、カルロの兵役延期は期限が切れていた。 どうしても別れられないカルロとロベルタは悩んだ末に駆け落ちを決意するが、ありがとうございます。